やはり決算の季節ですね。また新しいものが出てきました。今度はソニーのものなんですけども、こちらも自分自身が読み解いた限りを皆さんに紹介していけたらなと考えていますけども、決算関連の情報って結構分割してというか、いろいろ別の場所で出てきて、それがいろいろ個別に記事にされてたりするので、いろんな場所で集めてきた情報を全部ここでまとめて紹介していきますが、その過程で決算の中のどのスライドから来たんだっけみたいな、ちょっとわからなくなることもありますので、そこだけご了承いただけると嬉しいですけども、一つ目いきましょう。2023年度連結業績見通しがあります。まあ、見通し自体は正直あんまり興味ないです。一番気になってるのはここですね。前提の為替レートの話ですね。これが、142円前後って書いてあるんですけども、現在の為替を見てやると、順調に伸びてきて、なんか150を突破したぐらいな感じなんで、ちょっと今やばいですので、ここについてあるいろいろの見通しの数字っていうのはまた将来的に変わる可能性は高いんじゃないかと思いますっていうことだけ言いたかった。その上でゲーマーのネットワークサービス分野の方を見ていきましょうか。で、もちろん売上高営業利益分けて見ていきますけども、売上高については 32% の大幅増収、これが前年同期比となっていますので、去年の同じ時期との比率ですね。為替影響がプラス593億円です。なのでこの 32% の大幅増収っていうのの大部分は為替影響です。ちょっとね、今の為替がどれだけ異常なのかっていうのがわかるかと思いますけど、まあそれ一旦置いといて、ハードウェアの売上増加であるとか、アドオンコンテンツを含む自社制作以外のゲームソフトウェアの販売増加、為替の影響というふうに書いてあります。続いて営業利益の部分なんですけども、これが増益となって、さらに調整後の OIBDA についてはさらに大幅な増益となったみたいな感じみたいですけども、為替影響プラス153億円っていう、もうよくわかんない感じになってますけども、アドオンコンテンツを含む自社制作以外のゲームソフトウェア販売増加の影響となっています。加えてハードウェアの損失が拡大というふうになっているんですけども、こちらもまた別の意味で為替の影響になっているみたいです。まあ、世界各地どの国を見ているかによって為替の影響って出方は逆転したりしますからね。そういった部分で見る場所によってハードウェアの損失拡大につながったり、逆に為替の影響で売上増加につながったりもするみたいです。そこまで話した上で、もっと注目したいのはこちらですね。これ原稿のスピーチ原稿の部分なんですけども、この過程でというか、この部分でもっと面白い情報があります。やはり一番面白いのが現状認識って書いてある部分ですけども、9月のプレイステーションの全体の月間アクティブユーザー数がとかいろいろ書いてありますが、個人的に興味あるのは、例えば当四半期の PS5 ハードウェアの販売台数は年間2000万台を販売した2016年度第2四半期のプレイステーション4販売台数を 25% 上回る490万台となり、ほぼ期待通りの実績となりましたということで、今期で490万台を売り上げたということでもあります。もう一つ、 PS5 の今年というか今年度の販売目標が2500万台らしいんですよ。で、現時点での売り上げを考えると、ホリデーシーズンでとんでもねえ数売らないと多分達成できない。まあ高い目標ってね、もう自分で言ってますけども、達成できないと思いますが、この達成に向けて小型軽量化したストレージ容量拡大を実現した新型 PS5 や PS5と組み合わせてリモートプレイが楽しめるプレイステーションポータルを市場投入し、最大の販売機会である年末商戦期における販売モメンタムを高めていきますと。モメンタムは運動量、物理でいうと推進力って言いましょうか、販売の推進力を高めていきますっていう感じになっています。一方で年末商戦期における、販売施策の成果をきめ細かく確認しながら PS5、普及拡大と収益性のバランスを取った事業運営を進めていきますって書いてあります。これ変な言い方されてますけども、自分が読んだ限り言外にというか伝えようとしていることは、多分年末商戦期に合わせてディスカウントしますと。ただそのディスカウントの量についてはなるべく売れるけどディスカウントしすぎないギリギリを攻めていきますみたいな、例えばプレイステーション5向けのゲームとのバンドルがちょっと安く売られたりであるとか、コントローラーが2つ付きのやつがちょっと安くなったりとかあるかもしれません。日本においては為替の影響で PS5 の値上がりがまた発生しましたけども、まあ、せめてその値上がりした PS5 を値上げ前ぐらいの値段で売るみたいな、そんくらいのディスカウントがあれば日本での販売拡大は期待できると思いますけども、海外についてはまあ一旦置いときましょう。今日は日本に注目していきましょうか。とにかくここを見て思うのは、保証はできないんですよ。これ一番大事なこと、保証はできないんですけども、日本でも年末に合わせて PS5 が安くなる可能性はあると思います。保証は
しません。そんくらいかな、自分が言えるのは。まあそれともう一つ、ソフトウェアについては10月20日に発売した PS5 専用タイトルマーベルスパイダーマン2の全世界での累計実売本数が10月30日時点で500万本を突破する大ヒットとなっています。これ実は11日で500万本突破なんで、かなりの大ヒットとなっていて、しかもこれまた後で言及します。もっとね詳しい本数はあるんですけども、そこ見ながら言いたいのは、この数字以上にすごいことだと思います。まあ、また後で見ていきましょう。さあ続いて見たいのがですね、こちらの方です。でこちらの方で、ゲーマーのネットワークサービスセグメントサプリメンタルインフォメーションということで補足情報みたいなものなんですけども、この中でプレイステーション5のハードウェアセールスなどについても書かれています。例えば、前期だと330万台売り上げたのが今期だと500万台近く売り上げているであるとか、ただこれを23年度に2500万台売るとなると、この Q3 と Q4 でえぐい数字売らなきゃいけないんですけど、まあ去年のトレンドを見ても 2.4、3.3 からの 7.1、6.3 ということで、3.3、4.9 からの10、8みたいな、そんくらい売れれば2500万台はいけるのかな。相当頑張るみたいです、今年度末で。もう一つ、ゲームのソフトウェアセールスとファーストパーティータイトルのセールスの比率であるとかも書かれていて、これが6760万本売った、そのうちファーストパーティーのタイトルは、470万本だったみたいな感じですね。スパイダーマン2が500万本売り上げてますけども、それは来期に入るので、来期が多分ここの2000万本みたいな、えぐい伸びを見せるんじゃないかと思います。続いて、デジタルとデジタルダウンロードとゲームのパッケージセールスの比率、ここやっぱ大事な部分だと思います。もちろん国地域ゲームの種類によって結構変わってくる数字ではあるんですけども、一応プレイステーション総合してみると 67% がデジタルだったということが分かっています。結構順調にデジタルの比率が、いろんな統計を見てもデジタルの比率が順調に増えている感じはするんですけども、前期と比べると、むしろ 5% 下がっているということで、 70% 前後ぐらいでしばらくは落ち着くのかもしれませんね。でもう一つ非常に興味深い話というか、これですね、総合したプレイステーション4とプレイステーション5のファーストパーティータイトルの売り上げについていろいろまとめてくれているんですよね。で、それぞれ特定のマイルストーンを発表したタイミングでの日付と、あとはその時点での販売本数っていうのを書いてくれたりしています。一番上ブラッドボーンなんですけども、例えばブラッドボーンは発売から11日で100万本売り上げたみたいな話であるとか、もっとでかいのは、例えばゴッドウォーみたいなゲームは3日間で300万本売って、最終的には去年の11月の時点で2300万本売り上げているであるとか、面白い話もあるんですけども、自分が注目したいのがこちら、スパイダーマン2ですね。でスパイダーマン2なんですけども、これが初日で250万本売り上げた上で11日で500万本売り上げているということになっているようです。かなり売れているんじゃないかと思います。ただしなんですよ、ゴッドウォーラグナロクなんかと比べると、ゴッドウォーラグナロクはスパイダーマンが11日かけて売った本数っていうのを5日で売り上げているので、ゴッドウォーの方がよっぽど売れてるじゃないかとなると思います。で実際そうです、ゴッドウォーの方がよっぽど売れてはいるんだけども、大事な注意事項というか注釈があって、それがゴッドウォーラグナロクは PS4 と PS5 に同時に発売してるんですよね。それに対してスパイダーマン2がプレイステーション5のみに発売しているということで、過去世代機で出てこなかったゲームとしてはえぐい販売本数だと思います。 PS4 の方でまだ遊んでいる人へ売れないわけなので、この真上にある3本、デモンズソウルス、リターナル、ラチャクラ、リフトアパートの 3作っていうのが、発売から、300日で140万本とか、80日で、56万本とか、1ヶ月ちょいで110万本とか、もちろんゲームの規模感というかゲームの知名度自体もスパイダーマンとかゴッドウォーと比べると低かったっていうのは当然ありますけども、それでもプレイステーション5のみに出している、しかももっと早い段階で、もっとプレイステーション5が普及しなかった段階で、で、こんだけしか売れなかったっていう言い方は失礼なんだけども、スパイダーマンとかと比べるとかなり販売本数が少なかったっていうのを見ると、本当にスパイダーマン2がよく売れているっていうことと、あとはプレイステーション5の普及がちゃんと進んでいるっていうことの何よりの証明だと思います。この500万っていう数字めちゃくちゃでかくて、500万っていう数字それ単体で見てもでかいですし、プレイステーション5で現在出回っている台数っていうと実は5000万台ないんですよ。まだ4700何十万台とかそういうレベルっていうことは、プレイステーションユーザーの
10人に1人はこれを買っているということです。さらに言うのであれば、プレイステーションユーザーの中で例えば PS5 を2台以上持っている人も少ないながらもいると思いますし、当然壊れてしまったのですでに使われなくなっている PS5 も一定台数あると思います。その辺を加味すれば10人に1人どころじゃなくて、プレイステーション5ユーザーの9人に1人ぐらいはもうスパイダーマン2を買ったっていうことで、この数字はもうこれから先本当に伸びていくだけなので、本当に本当によく売れてる、本当にすごいと思いますし、 PS5 独占のゲームとしてはさらにすごい数字だと思います。さて、決算のスライドからはちょっと話をずらして、こちらの記事の方に行こうと思います。こちらは、トトキヒロキさんの発言を直接引用するもので、これが動画の序盤で言ったどのスライドのどの部分にあるのかはわからないけども、こういった発言がありましたよっていうね、そういう内容なんですけども、それがプレイステーションが現在計画しているライブサービスゲームについてです。以前の情報からすでに10本以上のライブサービスゲームを、2年間で出すみたいですよみたいな話はしていたんですけども、当然現時点で何本出ているのかを加味すれば、2年間でその本数を出すのはまあまず無理だということは誰でもわかることだと思います。それをやっとソニーも認めたみたいで、まあ、やっと認めたって変な話なんですけども、やっと公式の場で発言をくれたみたいで、でこの発言の内容なんですけども、ライブサービスゲームについて、ちょっと言うことがありますということで、すでに発表しているというか、12本やっていると言いました。内容はまだ言ってないけども12本やっているというふうに言いましたが、その12本のうち6本はフィスカルイヤー25、つまりちょうど今日から2年間ぐらいの間で出す予定ですということで、多分1年に3本ぐらいのペース、4ヶ月に1本ぐらいのペースで新しいライブサービスが出てくるんじゃないかと思います。がその12本のうち残りの6本についてはそれ以降に出すことを検討しますっていうレベルの話なので、結構ペースは遅めるみたいです。もう本当に何だっけ、今年の末だか来年の末ぐらいまでに10本出しますなんてのは、まあなくなったということですね。一応この2年間の間ぐらいに出てくるであろう6本のライブサービスっていうのは、例えばコンコルドであると、コンコルドは確かまだ2024年に出しますって言ってたんじゃないっけ、であるとか、あとはノーティードッグが作っているラスアスのライブサービスゲーム、あちらはバンジー周りでいろいろとあって開発が停滞してるんじゃないかっていうリーク情報があったんですけども、ノーティードッグ公式からまだ作ってるよっていう発言が出たりしたので、ちょっとどうなってるのかわからない状態ではあります。あとはホライゾンのマルチプレイゲームの以前リークされた映像、プレイアルファの映像がありましたけども、そちらも開発は順調に進んでいるんじゃないかと思います。4本あるね今、まあ、他にもあると思いますけども、そんな具合ですので、その辺に期待していこうかと思いますが、ライブサービスの戦略を少し緩めるっていう話はすでに出てきていました。まあ、それを裏付ける形での話が決算から出てきたいということですので、ライブサービス、まあ、緩めて、とにかくシングルプレイ頑張ってほしいところです。まあ、シングルプレイについても本当に現在情報がないので、新しい情報を出してくれたら嬉しいな。それこそゴッドオブウォーの DLC があるぞみたいな話がちらっと出てて、そちらについてはゲーマーワーズあたりで情報が出るんじゃねみたいな話になってるので、その辺を楽しみにしましょうかね。まあ、別に情報に信憑性があると言ってるわけじゃないですけど、どちらにしろゲーマーワーズは楽しみですからね、いろいろ情報が出てくるんじゃないかと思います。というわけでソニーの決算周りで話したいのはそんなもんかな。楽しんでいただけたら高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。